仏大も県連に告げたまわく汝時行きてゆいまきつに,にいたりてやまいをとえと木蓮仏にもしてもさくせそんわれかしこにいたりてやまいを とうに絶えずゆえいか感となれば億年数に我昔見やり大常に利口のうちに置いてもろもろの孤児のためにを解きぬ 時に言い巻きつきたりて我にいていわくただないもくれんびゃのために法を説くことまさに忍者の諸説のことをなるべからずそれせ法とはまさに法のごとく説べし 法には主張なし、主張の句を離れたるがゆえに、法にはがあることなし、学を離れたるがゆえに、法には寿命なし。 生死を離れたるがゆえに法にはになることなし、善を祭壇せざるがゆえに法は常に弱念たり、書祖をめするがゆえに法はそう離る、所縁なきがゆえに、 法には名字なし、言語を立ちたるがゆえに法にはせたることなし、果敢を離れたるがゆえに法には行僧なし、国のごとくなるがゆえに法にはけろんなし、 悲極のゆえに、大にはがしょなし、合唱を離れたるがゆえに、法には分別なし、書式を離れたるがゆえに、法には非あることなし、相対なき、

私の苦児によらざるがゆえに、法にはこらいなし、常に獣せざるがゆえに、法は苦に順に、無双にしたが、 おはこしゅおはなれおはぞそんなぐおはしょめんなぐおはしょきなしおはげんにみでしんしんをすぎたりほうにはこげなし 法は常習にして同ず法は一切の寛容を離るただ大木連法創閣の落とし屋に解くべき剣やそれ聖法者は解くことの示すことなし その聴者は聞くことなくることなし。例えば、原子が原人のために法徳がをとしまさにこの心を立ててために法徳べしまさに主張の根。 この方を解ける時はピアクのゴジアのくタラサン三もクサンモナイシンゴれにこキワレニの弁なしこのゆえにかしこにタりて病をとうに絶えずと,ちょっとマイクの マイクがちょっとランプが消えたので、えー、一旦ちょっと無音状態があったと思います結馬吉書文デ弟子ン第三の2番目の木蓮のところから参ります 国訳、えー、じゃなくて和訳ですね。今国訳で読んできたので和訳を行きます。仏は今度は木蓮、えー、つまりあの大木権蓮に申された。君が訪れてゆいまの病を訪ねなさい。ところが、木蓮は仏に申し上げていった。世尊よ、私は彼を訪れて病を問う人に耐えません。なぜかと申しますと。 私もかつてバイシャーリーの上司に町に入り街頭に立って多くの在家、えー、すなわち孤児たちに教えを説いて法というのは教えを説いていた時のことを思い出しますからその時にユイマーがやってきて私にこう言いました「いやあ木蓮さん在家の信者のために教えを説く時はあなたのように説いてはいけないでしょう」 一体説法というのですから物のあり,、まありのままの姿すなわち法通りに法だるまの法通りに解かなくてはなりませんところで物のあり,ありのままの姿には実体としての生き物すなわち主上の汚れ赤ですね「苦」「赤」というのは汚れがないから実体としての生き物はないし自我すなわち「が」の汚れがないから自我もないし 生や,死が生や死がないから生命としての個体いわゆる寿命もないし過去の生と未来の生との断絶があるから実体としての個人すなわち人もないのですまた物のありのままの姿は個々の姿を捨てているから常に静寂そのものですしそれが対象として捉えるものいわゆる諸縁がないから 心の思いすなわちそうもないし表現のしようもないから名称もないし物事を推し量る心の荒い働きも細かい働きもいわゆる価感観もないから言語を起こすこともなく対空すなわち架空、えー、虚空のように何もないから姿形もなく究極絶対の空すなわち非極空であるから無益な言論 すなわち論もありませんまたそれは個体的な自我に所属するものいわゆる画書と関係がないからそういったものがないしさまざまな識別の働きを有するものすなわち識とは関係がないから私有意の働きすなわち分別がないし相対するものもないから比較されるものがないし 間接的な原因、いわゆる縁とは関係しないから直接的な原因すなわち因にも属しないし全ての存在すなわち法にあまねく現れているからものの真実の本性すなわち発祥と同じでありそれ自体他によって従われるものがないからそのもののえものそのものの姿すなわちに に従っているのであり、どんな偏在にも動かされていかないから究極真,の真実の偏在いわゆる実,実際に自しているのですまたそれは心の6つの対象いわゆる6人によって生じたものではないから動揺することはないし常住ではないから未来から現在過去へと 拒来することはないし空に従い射別の姿を離れ願い求める思いもありませんまたそれは美醜、美しい醜いを離れ増減もなく消滅もなく気するところもなく目や耳鼻舌身体心を超越し ももななく、く、高い低いい低常住不動で一切の観雑を離れています。ねえ、木蓮さん、ものの姿、すなわち発想とはこうしたものなのです。どうして解くことができましょう。一体説法する人は解くことも示すこともないし、それを聞く人も聞くことも知ることもないのです。 ですから例えば現実師が自分の作り出した幻の人に対して説法をするようにこのような心構えで説法をしなければならないしまた人の能力に理論、えー、鋭いと鈍い能差があることをわきまえ何者にも遮られない知恵の働きを磨き広大な慈悲の心で大女を称え 仏の御恩に答え、仏とその教えと教えを奉ずる相談いわゆる参謀とが長く存在することを存続することを念じてそしてその上で説法をしなければならないのです。ゆい馬がこの教えすなわち法を説いた時に800人の財家いわゆる孤児が 最高至上の仏の悟りいわゆるあのくたら三百三菩提を願い求める心を起こしましたが私にはこのような弁舌の才能がありませんですから私は彼を訪れて病を問う任に耐えません凡文,文は訳 このパートはマハーマウドガルヤーヤナいわゆる大木賢連が説法とは何かについて語る、えー、パートですそこでセソンはグジュシャマハーマウドガルヤーヤナに言ったマウドガルヤーヤナよお前がリッチャビのビマラキールティの病気見舞いに行きなさい マウドガル・ヤーやイアナもまたお答えした。セソンよ、私はリッチャビのビマラキールティの病気見舞いに行くことはできません。それはなぜかといえば、セソンよ、私は思い出すからです。ある時私はバイシャーリーの大城のある通路の門において孤児たちに法を説いておりました。 そこに立茶ビのビマラキルティンが近づいてきて私に次のように言いましたここから、えー、ユイマが説いた「法とは何か」というところの内容でございます「大徳マウドガルヤーヤナよ大徳が示したようにそのように美白への在家者たちに法を説き示してはなりません。 大徳マウドガルヤーヤナよ。法は実に主上ではなく主上の塵を離れている。自我、すなわちアートマンではなく貪欲の塵を離れている。寿命、すなわちジーバではなく生女を離れている。子がいわゆるプドカラではなく前妻と後妻を断じている。 つまりですね時間的な前後を離れている時間の連続というものを超越しているということです続き弱女でなくもと、えー、弱女であり弱女を特徴としている理論ぼりを離れる理論、ね、であり所遠なく行じるものである文字ではなく一切の言語、えー、語根を 断じている。言節ではなく一切の思考の波を離れている。あらゆるところに行き渡って虚空に等しいようなものである。色彩特徴形態がなく一切の行動を離れている。我が物でなく画集を離れている。気節することがなく心、えー、心意識。 全てまあ心といえば心なんですけれども心を離れている比べるものがない対立を離れているから 陰の層を離れていて縁を荒らしめるものでない北海に昇入していて一切法に等しく重している随順しないという在り方で真如に随順している真実斎に安住している究極的に不動であるから不動である六教に遺棄することがないからどこにも巨来がない重することがないから 空衝に等しく重視無双と現れ無眼を特徴としているいわゆる三下脱紋。無双、えーと、空無双無眼。加えることすなわち肯定と除くこといわゆる否定を離れている。 捨てることもなく、取ることもない。生と滅、生じることと滅することを離れている。無縁死であり、寄るところがない。寄ってとどまるところがない。目、耳、鼻、舌、身体、心の、えー、意識です、ね、の道を越えている。高くもなく、低くもない。停止して不動に到達している。 あらゆるる行動を離れている「大徳マハーマウドガルヤーヤナよこのような法についてどのような説示があるというのでしょうか?」「大徳マハーマウドガルヤーヤナよ法を説示するということはそれは造約の語です」えー「利益を増やす」ですね。 造のしたがって聞いている彼らも造約として聞いているのです。大徳マウドガルヤーヤナよ、造約の語がないところ、それは示されることもなく、聞かれることもなく、領地されることもありません。例えば、現人、えー、幻の人が、現人、えー、幻を作り出す人ってことだと思うんですけど、現人が現人に対して、 法を説くようなものです。えー、とサンスクリットを見ますとどちらもマーヤ・プルシャになっていて幻の人というふうになっているんですけれども、まあ、試験翻訳者の試験とラジュという人は「えー、現時現人」というふうに分けて おりまして玄城三蔵は玄師玄家者幻の者と幻で、えー、現れる人というふうに訳していますね。チベット訳だと幻として現れている男が幻としての男に法を説くようなものですというふうにありますし幻としてそうですね えーとただこれ長尾役私ちょっとチベット役ちゃんと読んあの本文見てないので確かめていないので分かりませんがそのようにチベット役から長尾さんが訳してますね、えー、とそれから大賀役は漢訳に従って源氏が元気の上部に対して説法をするのと同じくと訳しているだからあのサンスクリットだと両方同じなのでちょっと分からないんですけれども まあ、チベット薬だと幻として現れたその幻の方がえっ、ー、とその幻を出した人に対して説法してるというふうに考えていいのかな、まあ、例えばアラジンでいうと、まあ、ちょっと違うんですけどもジニーがそのアラジンに対して法を解くというふうなことですよねところが漢訳だと逆でえっ、ー、と アラジンが、まあ、ジーニーに対して説法するというような、まあ、感覚的にですね全く逆でございますが要するにもう意味がないようなことを言っているんだと思いますえ続きいきます実に次のような心構えで法を説示すべきですあなたは主張の既婚を知るのに巧みであるべきです知恵の眼でよく見て代妃を厳然して大女を称賛して ブッダの恩を知って清らかな志を持って法の解釈の方法を知って参謀の敬緯を断つことなくという心構えであなたは説法法を説示すべきです」と「セソよ。彼がこのように法を示したのでその孤児の守衛から800人の孤児たちが無,、えー、無常小刀菩提に発信しました。 そこで私は言葉を失いました。そういうわけで、セソンよ、私はかの尊いお方の病気見舞いには行けません。やっぱりこの幻の人が幻の人に説法するっていうところが、私はやっぱり一番心に残ったんですけども、まあ相手が木蓮さんなので、やっぱそこを持ってきたっていう気がしますが、どうでしょう。えっとまあ一応、漢訳ですね、ラジュー訳を読んで、 ジョグ法はまあ解説をしているので、まあ、そのようにそっちで取りたいと思います。「義書本文第二に木連に命ず」「この人な十弟子の中には人数第一なり中についてまた名と字とあり字の中の三重は紙に霊動す 省略、2> 第二の字を釈する中について開いて三つとなす第一には顔いたすの言うを言い出しえー、よしを言い出し第二には時に言いまきつより言えだしゅうかのことを言い出す第三には言いまきつこの方を徳の時よりいかはかによりて某人役を売ることを明かすしかして この木蓮の稼られしゆえんなすなわち2つの知ったり、えー、とがありでもいいですね一つには無双の木のために乱りに嘘を解く二つには内情の木のために乱りに症状を解くこの2つのとがありゆえに常妙顔を致すなり常妙というのがゆいまきつですね省略します 第二に手出しゅうかのことを言い出す。中についてまた二ったり。一第一には総じて貸す。第二には法は主生なしより、意はことによりて別に貸す。ただ大木蓮。脈への孤児のために説法するに。 まさに忍者の諸説のごとくなるべからずっといっぱい木に背きてとくべからざることを明かす。それ説法は、まさに、えーっと、それ説法は、 まさに法のごとく特別といっぱ必ずつまびらかに先の気をさしてすなわちために得べきことを明かすなり省略第三に別家の中についておのずからふたったりて第一にはここよりまさにこの家を建てて ために説法すべしというに終わる、まえー、至るまではその無双の気に背きてために嘘そを得を化するなり第二にまさに主情の根に理論、えー、理論あることを了してというより意義は その大乗の気に背きてために症状を解くことを課するなり、第一にその無双に背くことを課する中についてまた二ったりて、第一に直ちに無双をあげてその嘘を犯し、第二にただ大目連よりい,いげ、を決するによりて、すなわち無双を教えて法を解くなり、 1> 第1の消化の中についてすなわち三軸あり分かちてふたっとなす。第1には直ちに無双を無双をあげてその嘘をかし第2にん <laughs> ごめんなさいこ,ここですねバグった。 第一の昇華の中についてすなわち三軸あり分かちてふたっとなす第一には初めの軸は煙の空について顔なす第二には法にはがしょなしより異形二軸あり軸法の空をあげて顔なす第一の煙を空の中についてまたふたったりて第一には先の軸は主情の空を明かし第二には後の六句は荷の空をあげて 小となすなり法は主情なしと一般第一義中には主情としてうべきことをなきなり主情の赤を離るるがゆえにとは遺憾が主情なしと知る無主情の勘をなす時離島送付してすなわちよく主情を受けするの苦を離るるがゆえに主情なしと知るなり 霜の蜜はこれに冷凍して釈すべしまた第一に曰くこれは能家をあげて処家をはするなり処家といっぱい曰く主生、能家とはすなわちこれ枠上なり法は主生なしと一っ無双の法の中に処家の神賀の主情なしと明かすなり主生の赤を離れるが故にと一派、ぱの利の言なくうなり 農家の枠状を名を食うなり、いわんやその処刑をやとあか,かすがゆえに無主状とは言うなり、<coughs> 法はがあることなし、学、えーえー、を離れるがゆえにといっぱまた同じきなり、一つにいわく、願を消するのく。 すでにむなしきがゆえに書上の行者もまた食うなりと、えー、省略します法は寿命なし障子を離れるがゆえにといっぱ上心相続して断絶これを寿命というまた神の尺に同じ一にいわく 昭和そはその死により死はその衆により寿命は中による始終開空なるに中限の寿命のみ難足ならざることをえんと明かすなり王には忍あることなし前後祭ンゼルがゆえにと一派前後と一派いっぱ曰く障子の二歳なりまた神の尺に同じ 一に曰く前妻と一派曰く過去五妻とは曰く未来、人な現在による。過去未来の二歳すでに空なり、現在の人何足ならざることをえんと。省略、法は常に弱状たりより、下は第二の第二に理の空を明かしてショートなす。りすでにおのずから空なりと赤さばすの町主上の空なることを明らけし。 本は常に弱ゃく、若年たり、諸相を滅するがゆえにといっぱしんは、すなわちしかなりとあかすなり。法はそうはなる、し縁なきがゆえにといっぱせたの中には、心をのうとなし、きを初ょとなす、し、えー、をのうとなしですね。しかして、し頼の中には、のうのしんなそうをはなる、いかんとなれば初ょのき すでに食うなり、何ぞの縁の縁一に曰く、まさに一つべし、法は所縁なり、そう離るるがゆえにと、おっするに従いてもちうべし、この肉は心行書滅と明かす、省略、法には名字なし、言語、耐えたるがゆえにと、一派名は言より少数言、すでに耐えたるがゆえに名字なきなり、 ちょっと解説入れていきます法には名字がない何となれば語言語を断じているがゆえにというのは、えー、名は言葉言ですね言葉から称名前ですね言葉はから称ずるところで言葉がすでに断ぜられているゆえに名字がないのでいるないのであるうん。 法は説あることなし「格観を離れたるがゆえに」といっぱ説は格観によりて起こるしかし照りの中に格観なきがゆえに説なきなりこの肉は言語道断を明かすなり法は解かれることがない何となれば思考作用離れているがゆえにというのは説は 思考作用によって起こるしかるに理の中では思考作用がない故に解かれることがないのであるこの肉は言語を超えていることすなわち言語道断を明かしているのである言語道断っていうとねなんか今はそういう派生した意味で使われているような気がいたしますが。 法は行奏なし国のごとくなるがゆえにといっぱ信用書メとト消すそうはうによりて生じいことをごがすゆえに行奏なしすでに食うとがっせり縁を干すといえども何の所縁ぞと言うを明かすゆえに信用書メとト消すとは言うなり 省略。法にはケロンなし。一教区なるがゆえにと言っぱ、ゴンゴ道断の決す。ケロンなうによりて少ぞ、リースでにひっくうな,、えー、なり、何のケロンからん。リスでにひっくなり、言わんと押すといえども何の処分ぞということを明かす。ゆえに今後ゴ道断を決すとは言うなり。省略。 法はがしょなしより以下は無,無双をあげてただ集化する中の第二に実法の中、えー、空について顔なすに二十句あり分かちて四つとなすはじめの一句は通じて実法の空を明かす法は分別なしより以下六句ありて六人の空を明かす法は同様なしより以下五句ありて六式の空を明かす はこうえー、以上ちょっと省略しますね。法は公衆を離るというより以下の把握は六根の空を明かす。法は芽書なしと言いっぱ混根主義と。人とは皆これ、芽書なり、故に通じてという第一義の中にはまた不可得なり。画書を離れるが故にと言いっぱすなわち紙に釈するがごとし。 一二はく、理の言は空なり、理の中には根と、四季と空と、五体即なり、故にがし所なきことを知ると,、えー、とあここをちょっと、えー、訳入れます。法は公衆、良い、醜い、を離れという句から以下は六つの期間、いわゆる元、二、び、絶、心、 これだと5つになってますので「い」いですね6つだったらね。えっ、ー、と「感覚器官」の「空であることを明かす法は公衆を離れ」というのは世俗的立場から見ると6つの器官に対して美しいとか醜いとかの区別があるけれども絶対的心理の立場においては区別すべきではないというのである。 戻ります第二に別に六人の空を明かすに六割りて分かちて二となす第一に初めの三区は正しい六人の空を明かし第二に法は法相にどうぞより以下の三区は決して無双に即す。省略法は分別なし書式を離れるがゆえにといっぱ世帯の中には六人の分別たりしかして第一義の中には 六人五体相空なり、四季を離れるがゆえに分便なし、奮別なし。一つにはいわく六人を分別するは正しきの所能なり、能園の六式すでに空なり、初縁の六人何ぞ空なることを縁やと明かす。省略法は、 あることなし相対なきがゆえにといっぱいは相対によりて少ずリもと相対なきがゆえに日なし法は因俗しかなよりかなに俗し What? たんですけどね陰<因>にこれなん、属説ですねやっぱ属すですね。法は陰に属し縁にあらざるがゆえに と言いっぱい陰は陰によりて起こる、遠すでにおのずから食うなり、ゆえに陰に属せざるなり、え省略、法は法相に同ずより以下、大に決して、<laughs> 無双に即す、法は法相に同ず、諸法にいるがゆえにと言いっぱい、この六陣の法は即対無双なり、ゆえに法は法相に同ずというなり、 情法にいるがゆえにといっぱいいう心は信頼は処方にいる。もし信頼処方に異ならばすなわちこの六人の法を何ぞ身体にどうすることを意んやと明かす。信頼は処方に通ずるがゆえに、この六人の法もまた保性にどうすることを追う。省略法は二にしたご。 しょうえー、従う将泣きがゆえにと一派六人の方針入に,に従うことを明かすなり従うところ泣きがゆえにと一派いわゆる女と法とは既にこれ別体なり前後愛い従うことありゆえに、えーえー、と従うという隋というゆえに女と法とは同じまた一相にして無相隋不随なし ゆえにこの六人の方は女に従うことをもしこれ別体ならばんぞ従うことを言うことを明かすなり法は実際に十数、書編もどうせざるがゆえにといっぱ法はよく曰く六人実在とは曰く信頼なりこの六人は個体即空なり 用むの二変にどうずざることを明かすゆえに実在にジュースというまたかはなるべし法はすなわち神のごとくいわく信頼なり神にはことをあげて身体を明かしここには帰りて信頼について信頼を明かす理の語句はただ税なりと明かす尺文をのずから明らかなり省略 法は同様なしより以下第三は六式の空を明かすにすなわち極ありて分かちてふたっとなす初めの肉は正しく六式の空を明かす法は空に順次より以下の三区はまた決して無双に即す法は無道なし六人によらざるがゆえにといっぱい世帯の中の六式が六根に地層して 六人を分別することありしかして信頼の中には色体側空にして六人によらざるがゆえに同様なきことを明かす一二は曰く六人は個体側空なり初縁の六人すでに空なり農縁の六式ぞ空ならざらんことを縁と明かすなりと法は古来いなし常に 十せざるがゆえにといっぱまた世帯の中にはまた六式が六根に往来することありしかして身体には六式年年々十せざるがゆえにこ来いなしと明かす省略法は二に順次無双に従い無さに大ずといっぱこの三句は第二に決して無双に即すこの六式はすなわち三句異ならずと明かすなり省略 法は公衆を離るよりいげ。内心に六根の空を明かすに、すなわち八九ありて分かちて二っとなす。第一に初めの仕具はただしい六根の空を明かす。第二に後の宿はありの空をあげてショートなす。法は公衆を離ると一派世帯の中には六根に微宗のべったることあり。しかして信頼の中にはべったるべきことなきなり。 省略、法は増存なしといっ世代には六根に生酔ありてしかして身体の中には生水なきなり法は増すことも存ぜられることもなくというのは世俗的立場においては6つの器官には生水があるけれども絶対的真理の立場においてはもはや生水がないというのである。 「法は消滅なし」といえば世帯の中にはろっに諸に書生ごめったりしかして信頼の中にはもと消滅泣きなり「法は生ずることもなく滅することもなく」というのは世俗的立場においては6つの期間に初めに生ずることがあり後に滅するということがあるけれども 絶対的真理の上から見るともともと生も滅もない法には書記なしといっぱ世帯のうち六根によりて善悪をさす全悪、えー、をさくす,す必ず書記ありしかして信頼の中には善をなして人間に帰し悪をなして三途に帰する者なきが故に無書記という。 法には「帰するところもない」というのは世俗的立場においては人は6つの機関によって善悪をなして後に必ず帰するところがあるけれども絶対的真理の上から見ると善をなしたからといって人間はまた神々として生まれ悪をなしたからといって三落道に帰するということもないゆえに帰するところがないというのである。 一つにはいわく、下人らく五代が五婚を生じ詩人は五婚帰りて五代に帰すとしかして信頼の中には耐えてしかることなきなり一説によると仏教外の人々の見解では5つの元素すなわち治水下風空によって5つの器官すなわち元に微絶身に目耳鼻舌身体を生じ死んだ時には5つの器官は 元に帰って5つの元素に帰するというけれども絶対的真理の立場から見るとそのようなことは絶対にないのであると。あのよく何でしょう人間土に帰るとか、まあ、今時きはまあ焼いちゃうからあれですけど、まあ、煙,煙になって立ち上るとか、まあ、それがこう雨になって降りてきてみたいな。 あ,の,まあ線の風になってじゃないですけれどもその他そういうような循環みたいなのであのまあいい言葉だなと思ったりしてまあそれをまあ仏教のお説法でも似たようなことを多分言っちゃうことがあると思うしそれだと聞いていてねあのうんうんとこう受け入れやすいと思うんですけどねやはり仏教の教えからすると非常にそれは方便。 なのかなという気はしますね。ちょっと気をつけないといけないですね。耳に心地よいことをやっぱり言いたくなってしまいますのでね。このさて先に来ます。まあ、これは外道の教えだというふうにはっきり。まあ、ここでは言ってますね。 はいえー、先いきます。法は現に尾絶心を過ぎたりより以下の宿は第二に断りの菅の菅をあげて小とな数理す菅既に時空なりすなわち六根なんぞを含なることを縁やと明かす法は現に尾絶心を過ぎたりと言いっぱ理は六根の及ぶところにあらずと明かすなりあるいは曰く菅は諸根に過ぎたるをもって諸根ごみずと 法は孔毛なし、常住にして、同絶と一っぱ、孔のごんな、小なり、これ、あの、五字ですね。孔のごんな、弦なり、尻はしょ処置を持って、移動することをあたわずと明かすなり、あるいはようやく天を孔となし、人を下となすという心は理には孔毛なしとなり、 法は一切の勘業を離るといっぱまた知り、えー、は書簡の及ぶところにあら,あらざるを言うあるいは曰く法には箇所なしよりいげ初編も同ぜざるがゆえに至るまでは通じて三句を明かし法は同様なしよりいげ無さに大津に至るまでは六式の句を明かし法は公衆を離るよりいげ法は初期なしに 至るまでは六人の空を明かし法は厳に微絶心をすぐよりいえ一切の官業を離れたりに至るまでは六根の空を明かすとしかして大意はすなわち同じきなりおするに従いて没中べきなり省略ただ大木連よりいえ 己無そうに背くことを化する中の第二に顔を消するによりてすなわち無双をして説法をしむ。このうは格のごとし兄説を特別にやと言った顔を消す。り今すでに格のごとし兄貴に意して乱れにうせっと特別にやと明かす省略。それ。 法を解く者はよりいげ無尊を教えて説法せしむるにすなわち二ったりて第一に法セせっとあげて並びに死でし損せざることを明かす第二に火をあげて並びに死で子損せざることを明かす見るべし省略まさに主情の根に利論があることを了してよりいげ別にかする中の第二にその大情の気に背きてために症状を解をかするなり まさに主上の根に理論があることを了してといっぱその主上の病巣を知らざることを課すよく知見においてけげするところなしといっぱその条,、えー、条約をのぞ用いることを知らざることを科すこの肉は下下相乗なることを問わざることを明かす大慈悲、えー、大悲心をもって 大乗三次と言葉もしき大ならばすなわちまさにために大乗を得べしとなり仏遁の法事三坊を断ぜざることを念じと言葉もしよく気に従わばために得がゆえにすなわち仏遁の法事三坊の衆を断ぜざらんと念ずと名づくることを明かすしかして何時すでに先の気にしてために症状を得はすなわち仏地にたがえり 何ぶっ仏頓の法珠参謀の集合長瀬四面と念ずと言わんやとこの肉は常具仏道することを当たわざることを明かすしかして後に法を徳別といっぱい言う心はまさに神のごとくにしてために徳別しとなり結き通より家爺を酌する中の第三に餌によりて棒人役を売うことを明かすなり 我この弁なしよりいげ負担を自する中の第三に負担の消す。